ABB 五郎チャンネル、今回もよろしくお願いいたします。前回に引き続き今回も素敵なゲストをお呼びしております。自己紹介の方、じゃあ自らよろしくお願いいたします。素敵かどうかわかりませんが、住倉カオスです。よろしくお願いします。ありがとうございます。前回ちょっとすごいお話を、まあ言い方失礼なんですけど、ぶっこんでいただいてありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。なんか今回ももう一つお話ししていただけるということで、はい、早速もしよろしければよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、五郎さんなんかはもしかしたら感じたことあるかもしれませんけど、人が死ぬ瞬間みたいなのの、こうサインというか、それの予兆みたいなちょっとお話なんですけど。あ、気になります。よろしくお願いします。僕の知り合いで高橋さんという人がいるんですよ。まあ今もう働いてる方なんですけど、その方子供の頃に、なんですかね、平屋の家に住んでて、お父さんとお母さんとこういつも布団を並べるような和室に住んでてたんですよね。でその隣の部屋がやっぱりちょっとちっちゃい部屋になってて、はい、そこにおばあちゃんからもらったミシン、よく足踏みミシンあるじゃないですか、はい、古いあれがこう畳んでテーブル状になって端っこ、部屋の端っこにいつも置いてたんですよ。でまあだから小学校1年生とか2年生の頃なのかな。で、寝てたんですけど、ある晩の時になんかふっと目が覚めた。で3人で寝てたんですけど、自分だけ目が覚めて隣のお部屋の方を見たんですよ。そしたらそのミシンを囲んで白い人影がその4辺にね、立ってたんですって。だけどそのミシンって実は部屋の壁の隅っこにくっついてたから、2つのところっていうのはもう別に空間ないんですよ。ないですよね、ついてます。だけどその4人部屋のなんていうか人物が立ってて、ですごい怖くなったんですよね。で怖くなってお父さんとお母さんこうやって揺り起こそうとしたんですけど全然起きないんですって。でそのうちになんだかその人影に自分が起きてるのを気づかれたら絶対まずいような気がしてきて、それで自分も布団かぶって寝たふりして朝までずっと寝れないでいて、で朝になってお父さんもお母さんも起きてきたらその人影なくなってたんです。そしたらね、7日後におばあさんのとこから連絡があって、おばあさんが亡くなったっていう連絡があって、でそれからね、まあしばらくしてもう自分が高校生ぐらいになった時なんですけど、今度そのお父さんが入院したんですよ。で足を骨折して入院したんですけども、はいはい、まあちょっとなんか治りが遅くて、である時にお見舞いに行ったらお父さんがね、いやもうこの病院は寝れないよって言うんですけど、でどうしたのって言ったら、夜になると床からね黒い虫がうじうじ大量にできて、ザワ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 ってなんかずっと喋ってんだよ、ね、だからもうそれがうるさくて寝れないんだよって思って、で高橋さんそれ聞いて、あお父さんボケちゃったのかなって思ってすごい怖くなって、でそのことを他の家族の代理も言えなかったんですって。そこから7日後お父さん亡くなってしまって、でそのお父さんのお葬式が終わって、一周忌の時に、まあ宗派が仏教系の宗派だったんですけど、そのお墓の前で法要を行うっていう宗派だったんですよね。それでお墓の前に親戚一同集まって、でお坊さんがお墓に向かってお経を唱えて、お経を唱え終わった後にこう説法をしてくれるんですよ。この生前にねどうのこうのっていう話をしてくれる時に、そのお父さんの妹、つまりおばさんですよね、そのおばさんがその説法してる最中にあーって急に言い出して、墓石に赤い虫がうじゃうじゃいて気持ち悪いって言い出したんですって。でそのおばさんっていうのは実際そんな虫いないんですよ。そのおばさんすごいしっかりした人で、保険の外交員とかもやってるぐらいなんで、すごいしっかりした人だったのに、そんなこと言い始めてみんな親戚一同でどうしたのって言ったら、7日後にそのおばさんお風呂で溺れて亡くなった。でその高橋さんっていうのは、まあ、関係あるかどうかわかんないですけどって言うんですけど、家の家紋が蝶なんですって。はいはいはい、っていうちょっとお話を聞かせてもらって、
まあ、だからそのなぜかこう虫のイメージと何かの予兆を見た時に7日後に亡くなってしまう家族って自分もだから何か変な虫とか見たら7日後に死んじゃうんじゃないかなみたいなことをねちょっと不安が出ましたね。じゃあその白い最初に見たのはもうそういう寝たふりしたから大丈夫だったんですかね。白いどうなんですか。まあおばあさんのミシンを囲んでたんでおばあさんを連れていくっていうことだったのかもしれませんね。うん、その予兆みたいのをやっぱ家族に見せたのかもしれないです。じゃあ僕はそう解釈してましたけど。その方じゃまだ虫みたいなそういうのは見てないですね。見てまだお若いんでね40ぐらいの方で、はい。じゃあ虫見たら対処法ないですかね。いやどうしたらいいんですかね。まあ何らかの象徴ですからね。赤は何だったんですかね虫。他にね赤い虫がびっしりついてるっていうのはね。なんか僕白って聞いてその最後にその家紋のあのあれでその白ってあの普通の白い蝶のことを指してたのかなと思ってたんですよ。あでなんか虫がうごめくっていうのはその何でしたっけ蛾から変わるんでしたっけ蝶々って何でしたっけ。あイモムシみたいな、ね、そう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 、うん、なんかそういうのをイメージしたのかなって。そうなのかもしれないです、ね、赤ってなんだろうって考えて白黒赤ってきてますもんね。はいはいはい、はい、ちょっとそれがでも具体的に何を指してるかっていうところまではもちろんやっぱりそれでも7日後っていうのは怖いですね。怖いですね。ちょうど1週間っていうのはね、なぜかね。まあ偶然の可能性もあるんですけどね。ああ、もちろん偶然でも偶然にしては3つも重なるってすごいですよね。だけど、その、よく落語でも、例えば死神を見たりするみたいな話もあったりするじゃないですか。はいはい、それで、例えば、こう、ろうそくを消すために振るみたいな話もあったりするんですけど、はい、その死の予兆って、その死の予兆を見てしまうから死んでしまうのか、それとも死んでしまうから死の予兆を見るのか、っていうのはわかんないですよね。その予兆を見て、それが原因で死ぬんだったら、その予兆を何とかして回避すれば死なないかもしれないですけど、はいはいはい、絶対的な、まあもう本当に単なるサインでもう死ぬっていうのは決まってて、単なるサインだとしたら、もうそれ回避しようがないですもんね。そっか。でもそれで確実に7日後に亡くなっちゃうって分かってるんだったら、その7日間、その、なんかすごい大事にしたいですよね。なんかそうですね。なんか本当好きなもの食べたり、そうですね。今まで悪いことしたなって人に謝ったり、なんか。その家系はだから虫かもしれないけど、だから五郎さんとか僕には別の違う予兆のなんかがあるかもしれないですね。僕これで自分のチャンネルで一度お話しさせていただいたことあるんですけど、はい、おばあちゃんがやはりその白い大蛇、おじいちゃんも戦争で亡くなってるんですけど、うん、おばあちゃん子供ね 1,2,3,4 人いたんですかね、はい、5人か九州なんですけど、皆さんまあうちの親父もそうなんですけど各地バラバラになってたんですけど、うん、お盆の時だけ帰ってくるっていうんで楽しみにしてたんですよね。で次の日、うん、おばあちゃん会社に行けばまあパートさん、工場に行けば、その日、仕事終わったらもう休みだったんですよ、お盆休み。で、帰ってくる息子たちが、楽しみにしたら夜、夢を見たらしいんですよ。その白い大蛇が出てきたらしいんですよ。それでなんかすごい、あーって夢の中で見てたら、結局その白い大蛇が、首が途中で目の前で切れたり、え？ブツーンと。うん、そして次の日、そういうの話したんですって。さら白い大蛇っていうのは幸運の印だから、みたいな話。うんしてたらしいんですよね。でもその後は話さなかったんですよ。実はその首が切れたっていうのは不吉ですか。そうです。白い大蛇が出てきてなぐらいなまでの話だったんですよね。でその晩その結局そこで4なんか出てきたのか、白い大蛇と一緒に出てきて結局また首が切れて結局パッと目が覚めていろいろあったんですけど、霊現象みたいなのはそういうことしてると電話かかってきて、出てみると結局大阪の方の警察で交通事故で亡くなりましたっていう、結局その大蛇の首が切れた夢見たり、その4番目が出てきたり、なんかその手振ってたり、いろいろあったらしいんですけど、なんかやっぱり家族は拾うんですね、そういう信号をね。でばあちゃんが亡くなる前も、うん、もう最後はちょっと病院に入って地方が進んじゃったんですね。聞いたらもう8月4日は絶対ダメ、なんか言ってるんですって、うん、8月4日はダメだ。8月4日はダメだ。何を言ってるのか分かんなかった。地方が入ってて、うん。何を言ってるんだと思って、8月3日に亡くなっちゃったんですよ。はい。8月4日はダメってこういうことだったのと思ったら、うちの親父って誕生日8月4日なんですよ。おうおう。
だ多分そういう時でもそのめでたい日にはそういうの重ねないように、だから8月4日ダメだと、もう何か言ってたんです、8月4日ダメや、もう多分自分の式も分かってた上で8月4日ダメだ、8月4日ダメだって、じゃあ巻いたんですかね。もう巻いたと思います、巻きで8月3日。でも亡くなったらもう誕生日どころじゃなくなっちゃうんですけどね。そうなんですけど ね、なんかでも多分そういうめでたい日を避けたんじゃないかって、そのいとことか言ってましたけどね。なんか家族間のそういうこうなんですかね、ある意味超能力的な、はい、テレパシー的ななんかありますよね。カオスあります、そういう身内で。ね、実はね、僕10年前くらいかな、親父が亡くなったんですよ。はいはい。それでその時にすごい変な話ですけど、うちの親父、まあ、結構もう年で84ぐらいだったんですけど、すごい元気長い年齢がね、年齢で、でその前日ぐらいまで、あのちょうどある会社の食卓で営業みたいなのもやってて、でだから前日まで車に乗って営業とかしてるぐらい元気だったんですけど、はいはい、やっぱ肺炎になっちゃって、肺炎って急に来るっていうんで、そうですね、もうなんかその日のうちに感じだったんですけど、でね、夜中に2時ぐらいに亡くなったかな、はいはい、確かそうですね、病院で亡くなって、それでうちに連れて帰ってた時に明け方のね4時5時ぐらいに電話が鳴って、でお袋がね何だと思って電話出たんです。そしたらその親父が勤めてた会社の社長さんが、はい、なんか住倉さんが別れの挨拶に来る夢を見て、どうしても気になってちょっとこんな夜中だったんだけど電話させてもらったんですよ。いやもう尋常じゃないですよね、その時間に電話するって。それでいや実はちょっと、あもっと朝が明けたら電話しようと思ったんですけど、実は高校なんですって言ったら、ああそうなんですかっていう話があって、でもそれ不思議なんですよ。実はその頃僕ちょっと結婚してたんですけど、はいはい、もうちょっと別れちゃってあれなんですけど、はい、奥さんがいて、はい、その話を、お袋と姉貴が僕ら聞かせてくれたんですよ。でも数ヶ月後にその嫁がこんな話、お父さんの時お葬式の時こんな話あったよねって話してたら、お袋も姉貴も俺も全員その話を忘れてたんです。なんすかそれ。わかんないです、その元嫁だけ覚えてて、で言われてみたら、ああったあったそういうことっていうのを思い出して、それは完全にお父様が記憶抹殺しとけって感じなんですかね。どうなんすかね。それ不思議ですね、なんで身内だけなんですか。いやわかんないです。だからそもそも夢枕出てきたのも会社の社長のところにね出て、なんでなんか律儀だなっつうか仕事人間だったんだろうね。まあ仕事人間なんでしょうね。うわなんか不思議な、なんかちょっとキュンとくる話。まあだから逆に言うと、だから家族だけ来なかったっていう話ですけどね、それはね。まあ家族はいいだろうって感じだったんですかね。そんな感じで生でお世話に、そういう人たちがいたから家族を養えたんですもんね。そう考えてみると、うわなんかいい話だな。カオスさんがそんないい話聞けるとは思って。いやいやいや。どんな人だと思ってるんですか。いやいや、ちょっとやらしい人だと思います。当たってますけど。はい、当たってますけど。はい、ありがとうございました。カオスさんもチャンネルやられてるらしい。そうなんですよ。はい、実は住倉カオスの100万人の怖い話チャンネルをやってまして、はい、そちらのにゴードさんも、ね、来ていただいてね。もう出していただいてありがとうございます。いろんなもうやっぱカオスさんのね、角度、もう考察がね、僕の拙いお話でもすごい角度で面白く話が広がってますんでね、ぜひそちらの住倉カオスの100万人の怖い話、ありがとうございます、ぜひチャンネル登録とね、高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。他に告知ありますか。はい、なんかツイッターとかね、YouTube とか、もう住倉カオスというのを、ね、検索するともうツイッターとかもうすぐ出てきますんで、ぜひお願いいたします。ということで、はい、住倉カオスさんにね2回連続で出演していただきましたけども、はい、また機会があればぜひ。本当ですか、また来ていいんですか。あ、もうぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ゴードさんと話すと楽しみ。ありがとうございます。私も話止まらなくなりますね、カオスさんと話してもね。そんな、素敵な住倉カオスさんがゲストでございました。ありがとうございました。